この彼らの動線を見てさ、分かったっちゃけどさ、床下収納から入りましょったい。床下収納のところに忍び込んどんしゃったら、夜、うろうろしたけん、ビンポビンポってセキュリティもなるっちゃうね。ということは、鍵がかかった場合は、やっぱ床下は、あの部屋の中からしか入れんようにないできちゃうね。それ当然よね。どっかから入れたら。けどさ、ほら、人の背の高さくらいまであるような、ほら、お寺のなんかこう、あるやん。もう、ちょっと見て、ここ。無双33元堂みたいなところ。雨宿りできるぐらい。はい、あれの中ってどうなってるかね。やっぱ普通の床下みたいになったんじゃないですか、こう柱がこう高いだけで。違うんですかね。どうなっちゃうね。床下入ったことないもん。ちょっと基礎があって、こう基礎石があって、そのままちゃんと普通の床下のみたいになってるとは思うんですけどね。ここが立ったとき、まだこう、ほら、あの、まだ柱の状態のとき、はい、一応こう、持ち巻きみたいなのしますって言われて、あの、したときが、高校の、2年生とか、なんか、そうぐらいだったっけね、はい。全然興味関心なくしとったっけど、もうちょっと興味関心持ってみときゃよかったなと思う、今はね。おはようございます。春増良純です。いえ。一応資料全部揃ってます。はい。で、それを送った方がいいですか、そちらに。あ、でね。うん。あ、わかる。あ。うん。うん、っていうか、あの、面白いですよ。なんかずっと見よったらね。うん。ルーツが面白くて。いや、それでね、それでね、あれですよ。ほら、今さ、福岡市内だったら、西久野でも博多区で取れるんですよ。そう、だから西区に行かなくても博多区で取れたんですよ。そう。うん。で、直子も送ってくれましたので。はい。じゃあ、一部だけでいいんですね。わかりました。あ、ですね。で、あの、一応ですね、私がわかる範囲で間違ってないかもしれないんですけど、ちょっと不得意なので、ちょっとよく見てください。あの、多分これで大丈夫だと思うんですけど。はい。だから、よくよくその窓口の方にも、こういう説明で、あの、要するに、たどらないといけないからっていうのを全部説明して出してもらってる書類なので、うん。なので、すみません。でも、ちょっと用途見とってください。もし、すいません。はい。あ、じゃあ、送ります。はい。わかりました。はい。よし、よかった。じゃあ、送る。一部だけで読んだ。一部は持っとってくれ。まあこれケチらずに、エクスパック500の方がいっちゃうけど、エクスパック、レターパックとエクスパックの差は、エクスパックの方が明日届くってことやろ。でも350円どうで、まあでも、こんな大事な書類やけ、ちょっと150円ケチらんめ。よし。まあ、ポテトも高いもんよ。すいません、ありがとうございます。あ、もう大丈夫ですか。はい、効率の悪い取り方しようけんやろね。何本も1万円ぐらいかかりやす
2部は何に取らせるんだけど、あと1万750円もかかるのにさ、1部はこっちと届けないといけなかったら、いらんかったらこれ無駄よ、まあまあ、いったしょうがないんだ。こんな時出てくる無駄ないのね、きっと。780円は高いね。350円ぐらいしてほしいよ。高いよ。重要な歴史的資料が、重要な歴史的資料が、歴史好きにたまりません。ね、あの覚えても陶芸物にさ、苔和尚っていうのが出てきたら覚えてない？苔和尚ちょっと一番ピンとこないですね。どこの場面ですか？大徳寺の今日庵不信庵の名前の元になった人。はい、おはようございます。買い取りだったらいくらになるんですか？あ、いっぺん出してきて、そしたら査定し直した。